ルイアントワールド・ブーガアンビル、ルイアントワールド・ブーガアンビル、ルイアントイネ・デ・ブーゲンビル、1729年11月12日から1811年8月31日は、フランスの公開者、探検家、数学者、軍人。1729年に、フランスのパリで、交渉人の息子として生まれる、アカデミー・フランセーズ会員に選ばれた。 歴史家のジャンピエール・ド・ブー・ガンビルは彼の兄である。大学で学んでいる時には、特に数学と法律学とに秀でた才能を示した。彼はまず、パリ高等法院で、アボカ、放送、弁護士として働いた後軍事的経歴を積んだ。1754年、若くして、赤文論を出版し、この年、ロンドンにある大使館の秘書官に任命され、 1756年1月8日には、王立教会に入会が許されている。1756年には、フランソワイコール、シュベールの手伝いを命じられ、続いて、カナダ派遣軍司令官のモンカルム公爵の副官として、そして、竜起兵の指揮官として、カナダ、ヌーベルフランスに派遣さている。モンカルム公は、1758年には、ルイ15世紀の政府に、 この植民地の維持のための増援を要請している。1759年、ケベックが陥落して、モンカル向こうが戦勝により死去すると、フランス軍の退却式し、彼は退散に任じられた。1761年には、ライン川沿いの国境で彼の姿を見つけることができ、1763年に七年戦争の講和が締結されると、 フリゲート艦の艦隊の指揮官に任せられ、エグル、ワシゴートスファンクス、スフィンクスゴーを引き、植民地を建設するために、イル・マルワーヌ、マルビナス諸島、またはフォークランド諸島へ向いそこで植民地を建設した。しかしこの植民地建設は、フランスの友好国であるスペインが、選手権を主張して抗議したため、ルイ15世の命により、スペインへ引き渡されることになる。 プーガンビルは入植から1年余りで植民地の引き渡しと入植者引き上げという役目を負わされることになったが以前より彼が希望していた世界就航の計画がこの南米への航海に引き続いて行われる形で承認され実現することになった。1766年12月15日、博物学者、デッサン画家、天文学者を伴って ウルターニュのブレストから世界一周の航海に出発した。船は心臓のフリゲートカーイコールブードゥーズ、フクレッツラゴであり、後に南アメリカでフリュート、フルートのイ、細長い型輸送船レトワール、星号が合流した。ブラジルでは植物学者のフィリベール・コメルソンがかなり後になってブーガンビルにちなんでブーゲンビリアと名付けられることになる花を発見した。 コメルソンの助手にジーン・バレという植物学者がいたが、その正体はジャンヌ・バレという女性で、後に繊維に性別がバレることになる。彼女は途中で下船するが後に帰国し、最初に世界一周をした女性となった。イル・マルアーヌ、サンイコール・マルオ人たちの島をスペインに返却した後、彼はマゼラン海峡を通過して、太平洋横断に乗り出した。 1768年3月、危険な暗礁に囲まれた多くの島の間を縫って、航海し、そこを、危険な諸島と名付けた、現在のトワモテュ諸島。1768年4月に、サミュエル・ウォーリスが発見したばかりの大地、タヒチ島に闘病した。彼はそこには10日も滞在しなかったが、島民の歓迎を受け物々交換による取引を行った。好奇心旺盛な、 若い、タヒチ人、アオトゥルを連れて出発した。アオトゥルは、結局、パリまでついて行き、その帰り道、救命フランス島、現在のフランス名、モーリス島、モーリシャス諸島まで戻ったところで、天然島にかかって死去した。タヒチから持ち帰った、サトウキビは、フランス領ギアナに植え付けられ、さらに、ブラジルに伝わり、生産性を飛躍させた。ブーガンビルは、後に、 彼の名を冠されることになる島、ブーゲンビル島を探検した。彼は、サモア諸島、彼はそこを、航海者諸島、ビルイコールデイコール、ナビガトゥールと呼んでいたが、そのほとんどの島を探検した。それから、ポルトガル人航会社、ペドロイコールフェルナンデスイコールデイコールキロスの、発見した、サンイコールテスプリ諸島、1980年の、独立達成以来バヌアツと呼ばれているが、 ニューヘブリーズ諸島を再発見し、ルイジアード諸島沿いに航海し、スペイン人メンダーニャが1567年に発見した後200年間ヨーロッパ人が訪れなかったソロモン諸島に達した。この間しばしば逆風の航海となり船員は解決病と食料を不足に見舞われたが、オランダ東インド会社の勢力圏に達し、モルッカ諸島のブルシマとバタビアで食料を補給。 当初の計画にあった中国への航海は取りやめて、インド洋を横断し、1768年11月にフランス島に寄港し、輸送艦、レトワール号とここで分かれた。希望峰を回って、フランスへ戻る途中、イギリス海軍が派遣した世界就航の探検隊であるカートレットの艦と出会い、これを追い越している。1769年3月16日、 ブルターニュのサンマロに寄港し、フランス人として初の世界修航を達成した。1771年に世界修航記を出版、その中で、硫黄の匂いのするポリネシアの天国、パラディーコールポリネシエンについての神話を喚起している。この本は、自然と共に生きて、所有の観念に毒されていない、高貴な未開人の土地が、 海の彼方に実在するという印象をヨーロッパの知識人層に与え大きな反響を呼んだ。その一人、百科全書派のディドロは1772年に架空の登場人物が語る対話体小説、ブーガンビル公開記法を表し、多七人の視点を意してヨーロッパ世界への文明批判を展開した。世界集航より帰国して後、彼は海軍の軍人として、 アメリカ独立戦争に従軍し、チェサピークワンの海戦、セインツの海戦などに参加した。戦後は、新たな探検の目標を政府に提案するほか、ラペルーズやニコラ・バウダンなど、時代の探検家たちの公開準備に加わり助言を与えている。革命とナポレオンの時代を生き抜き82歳で死去。国葬で送られた。彼の心臓は、モンマルトルのカルベール。 カルバリオ墓地に遺体はバンテオンに安置されている。ナポレオン・ボナパルトは彼に様々な栄誉を与えた。1799年には元老院議員。1804年にはレジオンドヌール勲章のグランイコールとフィシエ大将校章1808年には帝国伯爵。1809年にはトランファルガーの改選の責任を問う軍事顧問会議を主催し、 それが彼の最後の公的な役職になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。